改めまして、ただいまマイクを握っておりますのは参議院議員やっておりました山本太郎と申します。ありがとうございます。太郎でございます。山本ですよ、お間違いなく。太郎意外と多いですから。山本太郎、6年前東京選挙区から立候補、国会に送っていただいた。ただ今回は東京選挙区ではございません。全国どこにお住まいの方でも山本太郎と書いていただける比例代表で立候補しております。どうか2枚目の投票用紙には山本太郎と書いてもらえませんか。力貸してください。お願いします。山本太郎、なぜ旗揚げをしたのか。冒頭に私は国会の中に緊張感を生む集団を作りたいという話をしました。でもそれだけではとどまりません。そのためだけに小沢一郎さんと離れて自分で旗揚げしたわけではございません。旗揚げした理由は政権を取りに行きたいんですよ。もしもし山本さん、政権を取るって言ったって、あなた今回の選挙では10人の候補者しか出してませんよね。どうやって政権取るんですか。おっしゃる通りなんです。10人しか出してません。この10人では確かにすぐには私たちが政権を取れるはずもございません。でもこの10人をなんとか皆さんのお力で多数、できれば全員国会の中に入れていただきますと、永田町に大激震が走ります。なぜならば市民の力で初めてできた公の政党になるからです。どこの企業の組織票も団体の票もない、一人一人が横につながって国政政党を作ったという初めての政党になるからです。なぜこのような市民の力で作った国政政党が必要かと言いますと、例えば自民党の中にも心ある国会議員がいることは私は知っています。この6年間の議員活動の中で本当にこの人、人としてすごくいい人だなっていうような交流もありました。ただトップから命令が下ったもの、党が賛成と決めたものに対して反対って絶対言えないんです。どうして反対って言えないの。2012年冬に衆議院選挙があった。その際自民党は TPP 絶対反対と言ってたんです。その理由は散々 TPP に反対してきた自民党、その理由として TPP に入ってしまえば日本の国家主権が奪われる、そのようにずっと言ってきたんです。けれども政権を取った途端に手のひら返し、 TPP は反対どころか推進、アメリカが抜けても TPP はそのまま貫く、それどころかそれ以外の枠組みでアメリカとの二国間協議でこの国の第一次産業を譲り渡す可能性あります。トランプ大統領はこの選挙が終わった後にみんなに発表するって言ってましたよ。私たちの知らない間に裏で勝手に話している。ただし選挙が終わるまではツイートは控えてくれとか言ってるのかもしれませんね。話戻ります。いくら自分の中に良心があってこれは絶対にならぬと思うことでも、トップの判断、党の判断であるならば、いくら反対したい思いがあっても賛成する以外ない。理由は何。反旗を翻した途端に次の選挙党から応援もらえない、公認されない、そうなったらどうなる。自分のキャリア途絶えるんですよ。気持ちはわかる。その人にも実現したいことがある。だから政治の場を離れるわけにはいかない。自分の心を殺してでも、いくら自分の心を裏切ったとしても公認を取り続けて、いつか自分たちの時代が来るまで待つしかないってそう思ってる。
でも冗談じゃない。この国が壊れるような法案に対して賛成するお話になりませんよ。そんな人たちには国会にいてほしくないんです。そうは言っても本当は心ある人たちなんですよ。そして国会での戦い方もその仕組みもよく分かられている方々だったら、組織票や団体からの応援がなくても選挙には勝てるんだっていうプラットフォーム、つまりは令和新選組で市民の力で何人もの議席を獲得できるんだってことが実現すれば、与党からも野党からも議員流れてきますよ。選挙が近づけば近づくほどそのような動きが出てくる。この1年後に衆議院選挙があると言われている。1年以内、3年後には参議院選挙があると言われている。このスパンの中でどんどん自分たちの党勢を拡大していって政権にリーチしていきたいんですよ。力貸してもらえませんか。では山本太郎率いる令和新選組、政権を取ったらどんなことするのか。逆に言えば私たちが掲げている政策、政権を取らなければこれ実現しないというものが多いです。でもこれは実現させなければならない。なぜならばこの国をこれ以上壊すわけにはいかないからです。私たちがやりたいことは何か。消費税廃止。消費税廃止する以外ないんですよ。20年ですよ。20年以上この国はデフレが続く。他にそんな国存在してない。デフレって何か。物価が下がり続ける。2年以上物価が下がり続けりゃデフレ。それが20年以上続いてる。物価が下がるってことは物が安くなってよかったねじゃないんですよ。物価が安くなれば当然その安くなったものを作る人たちもいる。つまり安くなればなるほど労働者の賃金も下げていかれる。デフレの20年で失われたものは何か。消費。みんなが物を買うという行為がどんどん弱っていっている。将来に不安がある。今はやめておこう。もしくはそもそも出すお金がない。20年以上その状態が続けば当然消費が弱れば投資も弱りますよ。物がなかなか売れない。とびきり安くないと売れない。そんなところにわざわざ企業が投資しますか。従業員増やしますか。機械を新しくしますか。工場を拡張しますか。確実なリターンが見込めないものに対して投資など行われない。20年以上消費が弱ってきている国で20年以上投資が弱っている。消費と投資、需要が失われた20年以上。20年以上デフレが続いた結果どうなったか。この国に住む多くの方々は貧しくなった。最新版国民生活基礎調査、厚生労働省の調べ、生活が苦しいという人々全世帯のうち 57.7%、 シングルマザー生活が苦しいと言われる方々8割を超える。完全地盤沈下してないですか。この地盤沈下した原因何ですか。この苦しいと言ってる人たち、努力が足りなかったって皆さん思いますか。努力が足りずにこの国の多くの方々の生活が地盤沈下するなんてないんですよ。これは国の経済政策が誤り続けたこと、そして確実にしなきゃいけなかった投資を怠ってきたこと、そして構造上の問題があるからじゃないですか。いかがでしょう。20年以上デフレが続くような国は日本以外にない。当たり前です。どの国も成長する。そして緩やかなインフレ。その中で20年以上デフレが続く国は病気、瀕死の状態です。ここから脱却するためにはどうしたらいいか。もっとみんながお金使えるようにならなきゃいけないんです。もっと消費できるようにならなきゃいけないんです。なぜか。
誰かの消費は誰かの所得なんですよね。あなたが物を買う、そのお金は回り回って誰かの所得になる。あなたの消費は誰かの所得。当然所得が増えない、当然消費が増えないことには世の中景気よくなっていかないです。個人消費、これが一番景気を大きくするためのエンジンなんですよね。 GDP の6割なんですよね。じゃあ消費を喚起するために一番有効な方法は何かといったら、消費税廃止以外ないじゃないですか。消費税 10% になった場合、1年間で払う消費税の額、皆さんご存知ですか？お腹が空いたおにぎりを買う、消費税を払った。何か喉が渇いた飲み物を買う、消費税を払った。それが1年積もり積もったらいくらぐらいになるかって考えたことありますか？総務省のデータ、2014年全国消費実態調査をもとに試算をしたところ、消費税が 10% に上がれば1年間に取られる消費税の額、1ヶ月分の所得に相当する。これ取りすぎじゃないですか？どうですか？まだいけますか？ 20% ぐらい上げても大丈夫？心配しないでください。このままの世の中が推移すれば、今のままの権力構造が推移すれば、消費税は間違いなく上がります。それはなぜか、私は今の世の中を壊し続けている諸悪の根源、経団連、日本経済団体連合会がこれまでも政治に対して要望をしてきている。要望という名のこれは命令です。その命令の中に消費税が入ってます。なんて命令してるか、2025年までに消費税を 19% まで上げろっつってんですよ。頭湧いてんのかって話だと思いません？皆さん、消費税で一番首締まるの誰？中小零細ですよ。税金が払えませんという税の滞納、税の滞納のうちの6割を占めるのが消費税。多くの中小企業、零細企業が首を締まり続けてんです。これが消費税 10% になったらどうなるか、首が締まるどころか首をくくらなきゃいけないオーナー出てきますよ。そう思いませんか？中小企業はこの国の、中小零細はこの国の屋台骨だと皆さん思わないですか？中小企業白書を見ればそれが屋台骨だと理解できる。なぜならば大企業、中小企業、零細企業全ての従業員数を見れば4800万人、このうち中小零細4800万人のうちの 70% 占めてんですよ。中小企業、零細企業の首が締まるようなことをすれば、当然そこで働く多くのこの国に生きる人々の首も締めてるのとイコールじゃないですか。消費税をやめることこそが景気回復、この道しかないってことだと思いませんか？皆さん、山本君、消費税をやめるとか選挙の時には勇ましいこと言ってるけど、それ現実的じゃないんじゃないの？そのような霊障系の方もいらっしゃいます。じゃあどうしてそれ心配してるんでしょうか？やはり財源ですかね。じゃあ財源の説明します。消費税をやめることによって失われる財源20兆円、この20兆円を別のもので用意すればいいわけですよね。じゃあその20兆円を準備します。山本太郎の中での財源は大きく分けて2つ。1つ、税金で取る。もう1つ、新規国債の発行。新規国債の発行、今以上借金してこの国破綻するじゃないかっていう方いらっしゃいますけど、どうして破綻するんですか？今の金利マイナスですよ。信用のないものに対してお金貸すときって大体金利高くなるはずですよ。
日本が破綻するっていうんだったらどうしてマイナス金利なんですかって。30年以上続いてずっと低金利じゃないですか。新規国債の発行、このまま続けたら破綻するんですか。日本円で借金をしていながら日本円を発行する能力を持ってんですよ。どうして払えなくなるんですか。ギリシャみたいになるじゃないか。ちょっと待ってください、ギリシャ全然違いますよ。ギリシャはユーロに加盟してて、ギリシャという通貨を使ってた、ユーロ建てで借金をしてて、ギリシャにはユーロをする能力はない。ユーロをすれるのはヨーロッパ中央銀行、つまりギリシャにとったら外国からずっと借金し続けてるのと同じなんですよ。日本のレートは全く違う。じゃあ逆に言うと、日本円で借金をしていて日本円を発行する能力があるならば、何に気をつけなければいけないか。それはインフレ、過度なインフレにならないようにというコントロールさえしていればいいと私は考えています。これ以上の説明をすれば時間がかかってしまうので、2つの財源のうちの新規国債発行はこれまで、もう一つ、誰しもが分かる税で20兆円を担保します。税制改革します。どのように？消費税導入する前に戻ります。それが一番シンプルじゃないですか。消費税導入する前には当然消費税はございません。消費税がなくてもやっていけていたということ。じゃあ山本太郎なら法人税、違う、所得税、所得税の最高税率上げます。金持ちからちゃんともらうってことですよ。消費税導入して下がったんですよ、所得税。消費税導入されて下がったんですよ、法人税。金持ちがより金持ちになるために、大企業がより儲けるために、この2つの税金を下げて消費税を導入し上げてきたんですよ。金持ちや大企業の尻拭いをするために消費税が使われてるんです。社会保障には一部しか使われてない。こんな税金はやめるべき、当然です。話戻ります。所得税最高税率を上げます。この国の所得税の負担率一番高い人は1億円おかしくない。だって5億稼ぐ人も10億も100億稼ぐ人もいますよ。どうして所得税の負担率のトップがピークが1億円なんですか。これには理由がある。皆さんご存知の通り、株などによる利益、金融資産からの所得、これは分離される。分離されてパーセンテージ低くされてる。そんなずるいことをしたら当然ピークが1億円になりますよ。おかしい。10億100億ってなっていかないとおかしいでしょ。負担率分離するのをやめる、最高税率上げる、当然のことだと思います。そしてもう一つ、法人税。法人税は現在大企業、中小企業、零細企業同じ税率、フラット。ただし大企業のみ、ここから大割引サービスがある。80以上ものメニューがある。この中に自分が税金を納めるっていう時に80以上割引のサービスがある方いますか。いらっしゃったらみんな飲みに連れてってもらおう、この後。いないんですか、そんなリッチな人は。電車使ってないか。話戻ります。法人税、全員、全ての企業、これフラット、税制同じ税率。そこに大企業のみそれぐらい大きな大サービスがある。この大サービスやめますね。やめて所得税と同じように法人税も累進制にします。累進制、つまりは何か、儲かっていれば儲かっているほど税率は高まり、儲かっていない時には税率が低くなる。これ一番フェアな取り方じゃないですか。これによって一番助かるの誰？中小企業、零細企業ですよ。自分たちの身の丈に合った納税をすることが許される。そうするべきじゃないですか。この所得税、そして法人税、両方税制改革をすれば財源として29兆円担保できるという試算がある。29兆円税制改革で手に入れられるならば、消費税やめんのに20兆円ですから、29-20、9兆円のお釣り、
消費税やめてもいいですか。どうですかね。どうですか。景気回復、この道しかない。これが本当のそれですよ。中小企業、零細企業に本当に息を吹き返してもらわなきゃ、この国はどんどん終わってしまう。別に中小零細壊れてもいいと思ってんですよ。どうしてか。グローバル企業だったり、いろんな企業がそれを飲み込んでいけばいいんだからって考えですよ。あまりにもありえない。この国には、この国で生き続けなきゃいけない人たちがいっぱいいるんですよ。海外に資産移して危なかったら自分だけ海外に飛ぶみたいなことが不可能なんだってことですよ。だとするならば、ここまでボロボロに国がされたなら、それを作り出したのが政治ならば、それを変える、みんなのための政治をするってことさえもできるじゃないですか。どうでしょう。余った9兆円、申し訳ない、29-20で9兆円余った。この9兆円、次の使い道提案してもいいですか。皆さん、少子化って問題だと思います。問題ですよね。だって年金を考えたとしても、付加方式、現役の世代が高齢者を支えるってシステムなのに、一番やっちゃいけないことは何かっつったら、人口減少が起こるような社会を作っちゃいけなかったはずなんです。けれども、少子化を数年前に気づいたみたいですっていうような、少子化つい最近気づきましたてへみたいなことになってるんですね。どうしてか。2017年に少子化が国難で国会解散してるんですよ。おかしくない。だって初めてこの国で少子化が問題になると警鐘が鳴らされたのは50年前ですよ。大阪万博の時、その時に警鐘が鳴らされておきながら、2017年に少子化が問題で衆議院解散、すいません、国会議員辞めてもらっていいですかの世界ですよ。それを克服するためにはやらなきゃいけないことがある。それは何か。教育、本人またはその家族に負担がかからないようにする。もう一つ、安く住める公的な住宅を整備する。そしてもう一つ、給料が少ないものに対して補填する。この3つがなきゃ、この3つ一丁目一番地としてやるべきじゃないですか。どうですか。その第一歩として、奨学金、私はチャラにしたいんですよ。奨学金借りてる人たち、返してる人たち合わせて555万人、555万人をチャラにするためには9兆円必要です。国がやってるサラ金、奨学金、大学生の2人に1人が借りて、そのうちの6割から7割は利息がつくタイプ。この利息で儲けてる人たちがいる。誰でしょうか。金融機関に年間350億円懐に入るようになってる。若い人たち食い物にして一体何がやりたいんですか。少子化になるに決まってるやんって。この国の誤った政策、ここに対して国家賠償として私は奨学金をチャラにしたい。使っていいですか。9兆円、いかがでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。時間がなくなってきた。もう一つやりたいことがある。皆さんの家賃高くないですか。家賃を安くしたい。家賃を安くするためにはどうしたらいいのか。中古マンション、それだけじゃなくて中古の一軒家、こういうものを公的な住宅として国が買い上げる。買い上げるとしても、これ社会保障として公的な住宅を整備するんだから、景気が悪くなったからもう終わりってできない。だからこそ私はデフレの時に新規国債を発行してでも、そのような社会的整備にお金を使いたいんです。敷金、礼金いらない。保証人なんていらない。ここ東京には4人に1人がネットカフェを家として暮らさなきゃいけない人たちがいる。高齢者になって耐震性が問題だから出ていけと言われた20年以上住んだ家を1年間かけて不動産山回りする。でも家は見つからない。理由は、あなた一人で死にますよね。その人どうすりゃいいんですか。
若年から高齢者まで全ての人に対して住まいは権利であるってことを、中古マンションや一軒家を使いながら私は公的住宅として拡充したいんです。やらせてもらえないですか。力貸してほしいんです。今は10人このような素晴らしいメンバーがいます。もう一度上上がってください。長谷さんもどうぞどうぞ。ありがとうございます。この人がいなきゃ始まらなかったんです。私を一人にさせない、そういう心意気で令和新選組に立ってくれた長谷徹さん、比例代表、そして元エリート銀行マン、その人生をセブンイレブンに壊された三井義文さん、こちらへ上がってください。そして環境のスペシャリスト、経済成長もするが環境問題にもちゃんと向き合っていく辻村千尋。そして熱い熱いなっちゃんとの直接対決を実現させてくれた野原義政東京代表。そして貧困の総合勝者渡辺太郎。そして山本太郎です。違いますよ、もう一人いますよ。スリラーが出てきたり馬が出てきたり楽しい人です、安富歩美。そして特定枠、この人を国会に送り込むことによってこの国が生産性で人間を図られるようなことをなくさなければならない、船越康彦。皆さん力貸してくれますか。力貸してくれますか。力を貸してくれると言ってくれるあなた、あなた一人の一票だけじゃ私たちは勝てない。だから横に広げていただきたいんです。創価学会のあの方法、もしもし投票先決まりました。必ず電話のアドレス帳、あ行から和行まで皆さん広げてもらえませんか。約束してもらえませんか。大企業に、大企業じゃない、大政党に抗うにはこれしか方法がないんです。よろしくお願いします。今夜はツイッターで野原義政をトレンドに入れさせてください。お願いします。 We are 令和新選組。